エイデイ、いるか？食堂に来てくれ。フランク、あんたに構ってる時間はない。マットが妹探しを手伝ってくれるはずだったのに、塔をあんたに渡したから手詰まりなんだよ。落ち着け、フィッシュアイで話をしよう。いい手があるかもしれん。力になりたいんだ。分かった、すぐ行く。ラワン、エイデンだ。聞こえるか、ラワン？ラワン、応答しろ。いないのか？通信機を直したのにお前が応答しなくなるなんてな。ラジオフリービルドのフランクだ。みんなの隣人、みんなの町、取り戻そう、永遠に。それではまた。フランク、話そう。なあ、最初からすまなかった。ぜひあの過ちを正したい。飲んでくれな、俺のために。こんなことしてる時間はないんだ。どうにかして妹を。いいから聞け。ワルツ例の GRE の場所にアクセスしたかった。わかるか？だからローニング必要なんだ。やつはクリスタルを山ほど出すつもりだぞ。それにブースターもな。聞く気になったか？今のは？そう、レネゲイドだ。だがどうやって？以前テレビ局は軍の支配下にあった。単なる放送局以上のことをしてたんだ。盗聴もな、それができるようになった。ワルツはお前が追ってるのと同じデータベースを探してるようだ。だが監視塔は化学物質まみれだぞ。その GRE のゴミがどう役立つのか知らんが、ワルツには考えがあるらしい。データベースにアクセスできるのは監視塔だけじゃないのかもな。会話はこれで全部か？今のところな。だが奴らの周波数に侵入できればワルツの計画についてもっと情報を集められる。どうやる？さっきの会話は鳩場にある古い軍のアンテナ付近で傍受された。マーシュエンドレーンのすぐ南だ。そのアンテナを起動できれば信号を増幅して奴らの会話を全て聞ける。一言漏らさずな。ワルツの企みが正確にわかる。奴を見つける方が早い。流行る気持ちはわかる。時間を無駄にしたくない気持ちもな。だが慎重にいかんと。いいか、ワルツが電力を復帰させた途端、レネゲイドがセントラルループになだれ込んだ。何かが起きてる。奴と対決する前にできるだけ多くの情報を集めるんだ。レネゲードをセントラルループに侵入させたのはワルツだと思うか？大佐なら拠点を定めて居座り続けたりはさせなかった。だが最近の野蛮人どもは、たくまあ、何かが変わったに違いない。 PK の一人からワルツが X13 とかいうのを追ってると聞いた。知らんな。アンテナについて教えてくれ。町全体をカバーできるよう特に高い建物に設置してある。アクセスはかなり厄介だが、レネゲイドの拠点に一番近いやつだけでいい。信号が強まれば奴らの会話を聞き放題だ。ついてるぞ。食堂から一番近いアンテナがそれでな。見つけるのは苦労しない。他に何かあるか？もう一つある。あのポスターを見ろ。ナイトランナーはあの信念を守り生きてきた。あの紙切れのように俺たちは引き裂かれたが、その信念にはまだ意味がある。電波を拡大してくれればかつて仲間だったナイトランナーに連絡できる。まだ何人かは生きてるはずだ。なるほど。あんたにとっちゃでかいことだな。俺だけじゃない、ここの全員にとってだ。だが一つ欠けてる。このポスターを今まで捨てなかったわけはラワンだ。初めて見た時ラワンはまだ8歳か9歳くらいだった。ボロボロでな、丸1年食ってないように見えた。それなのにひったくりにあった子供たちを助けようとしてた。ナイフを向け、助
体格も力も倍以上ある男にラワンは飛びかかった。そして手に噛みついた。オールドビレドまで届きそうな叫び声があったよ。ラワンは子供たちにクリスタルを返してやり立ち去った。彼女には何の得もなかった。危険を犯す理由も。それを見て思った。俺たちが忘れてるのはこれだって。人間は選べるんだ。ここに争って自分自身のためだけに生きるか、それとも何を置いても互いのために立ち上がるか。そしてこの信念を書き留めた小さな女の子の行動がその後のナイトランナーの指針になったんだ。俺たちが生まれ変わるなら彼女の存在は欠かせない。なぜラワンが必要なんだ。なあ、彼女はタフだ。タフすぎるかもな。俺が鍛え傷を治した。だが一番大きな傷が癒えてない。復讐だ。自分の周りに分厚い壁を築いてる。怒りを捨てられないんだ。このままじゃ怒りに潰されちまう。分かってるよ。酔っ払いが言うなって話だろ。俺は判断する立場にない。どうも。ラワンは殺したいやつリストで頭がいっぱいだ。そんなもん投げ捨てちまわんと。復讐に殺されることになる。俺より自制が効くといいが。ラワンの敵は誰だ。数えきれんよ。だがトップにいるのはサタンそのものだ。ホーコンか。知ってるのか。会ったことはある。全てはテレビ局の任務が発端だ。ホーコンは鼻から反対してた。キリアンを味方につけてな。自殺行為だと責めた。だが真実は違う。単なるクソ臆病者だったんだ。それまで俺はあいつに一目置いてた。リーダーの器があった。なのに背を向けやがった。ポスターを真っ二つに引き裂いて逃げ出し、ナイトランナーそのものを引き裂いた。腰抜けだよ。ラワンの足元にも及ばん。ほら、またイライラしてきた。集中しないとな。ホーコンはルーカスを殺した。そんな玉なしか。そうだ、あいつは玉なし。ホーコンはワルツの飼い犬さ。お手にお座り、噛み殺せ。何でも聞く。ああ、去勢された犬はさらにもっと忠実になる。その通り。分かった、すぐに向かう。頼むぞ。無線は開けとく。お前はラワンに似てるよ。殺したいやつリストなんかに夢中になる前のな。レネゲイドの会話からワルツの企みを突き止めてやる。必ずな。フランク、ああ、かなり上にあるぞ。だろう。GRE がそんなとこに設置したのには訳がある。悪党を近寄らせないためだ。だがエイデン、お前なら楽勝だろ。フランク、アンテナを起動した。よし、クソ野郎どもの話を聞いてみよう。仲間を集めた日が十分ぜ。ワルツは、はあ、会いに行くぞ。奴らが動く。ワルツと会うようだな。東か。セントポール通りとピート通りの交差点、そこのマンションに別のアンテナがある。幹線水路の入り口のすぐそばだ。そいつを動かせば追跡できる。わかった。
がレネゲイドのキャンプを撤退させてる。電気の復旧、セントラルループへの襲撃で、これだ。ウィリアムズ自身は戦いを望んでないんじゃないか。あるいは水門を閉じて地下の化学物質を溢れさせる気かもな。だがそれじゃあ奴の拠点まで破壊されちまう。撤退する意味がない。電波を拡大して詳しく調べよう。ビレドルで仕事があるとか言ってたな。こんな場所嫌いだぜ。これは全然ダメだな。フランク、二つ目のアンテナを起動した。屋上にレネゲードがいたよ。レネゲードといえば何か話してるぞ。ギャリソン通りの古いオフィスだ。そこでワルツから指示がある。例の浪人については特にない。なんかデータベースにアクセスするための協力者が見つかった。浪人について何か新しいことが分かった。すぐに知らせるんだ。調査を続けろ。以上。奴らのところに行かないと。聞いただろエイデン、ワルツがお前を探してる。奴がデータベースにアクセスする手段を得たんだぞ。お前じゃかなわん。ひとひねりでやられちまうぞ。真実を突き止める方法が他にないならそれでもいい。強情なガキめ、まるでラワンだ。また連絡する。ほらな、ワルツの言った通りだ。こいつら盗聴してやがった。まずはこいつ、それからオールドビレ堂の元 GRE を捕まえるとするか。そしたらボスは大喜びだ。ワルツはどこだ。ワルツだ。お前なんざ俺たちだけで十分だ。おいおい、フランクのじいさんよ、うぶすぎだぜ。英雄気取りか。喋りすぎなんだよ。やれ。捕らえろ。ワルツはいなかった。それから奴らは盗聴に気づいてる。知ってる。知ってたのか。ある人物から警告があってな。だが遅すぎた。本当に大丈夫か。ああ、急に転換が始まっただけだ。オールドビルドに元 GRE の職員がいるらしい。ワルツはそいつを探してる。オールドビルドの元 GRE? 調べてみよう。誰があんたに知らせた。聞いて驚くな。ホーコンだった。お前に会いたがってる。町を出たと思ってた。ピンピンしてるよ。セントポール島の教会でお前を待ってる。あいつならワルツの情報を握ってるし、くそ、ラワンについても何か知ってるかもな。ラワンのことをなぜそう思う。そもそもラワンがあいつを追ってる。だがことはそれほど単純な話じゃ済まない。過去にもラワンは消えたことがある。
あの野郎に捨てられた時だ。このまま応答しないようならいよいよ方根絡みの何かが起こりやしないかと心配でな。何かってなんだ。方根の手がかりを見つけたんだろう。今度こそ仕留める気だ。となるとラワン自身の身が危ない。ナイトランナーを真の英雄たらしめるものとは何だと思う。インヒビターじゃない。あれで得られる力やスピードでもな。ナイトランナーに必要なのはバランスを保つこと、自制心だ。だからラワンはナイトランナーになれなかった。若すぎたからじゃない。彼女は誰よりも機敏で勇敢だった。だがバランスを保てなかったんだ。自制心そりゃすごい。笑うな。インヒビターはあくまで道具に過ぎない。俺たちは身体能力だけじゃなく精神と感情の強さも重んじた。バランスだ。肉体的強さも重要だが、人間の価値はその力を使い何をするかによって決まる。だから方根の裏切りには深く傷ついた。方根に会うよ。ラワンに何があったか調べてくれ。とにかく敵もあんたの話を聞いてることを忘れるな。分かった。気をつけろよ。方根は食えない男だ。俺はフィッシュアイに戻る。幸運を。フランク、誰もいない。何の話だ。方根はいない。だがレネゲードがいたみたいだ。まだ火がくすぶってる。エイデン、なぜ俺に会いたかった。ダメか。久しぶりだろ。新しい友達ができたらしいな。ラワンはどうしてる。居場所知らないのか。ああけど誰かがウィリアムズの側近を殺して回ってるのは知ってる。クロスボウでな。ラワンの手口っぽくないか。さあルローニン、本題に入ろう。まだワルツに飼われてるのか。おしゃべりはもういい。キーをよこせ。何？ GRE キーだよ。よこせ。あんたとは戦いたくないんだ。お前の望みなどどうでもいい。バザールで助けてやっただろ。だったら俺もお前を助けた。借りはない。お前と友達だった覚えもない。一度もな。さあキーをよこせ。渡すかよ。ヤツからキーを奪うんだ。場所で随分名を上げたな。方根、それがお前の望みなのか。本当に鍵のために俺を殺す気か。すでに大勢が死んでる。ハンドルを握るこの手はもう止められん。バザールで俺を殺して奪うチャンスはあったはずだ。なのになぜ。お前はどう思う。お前はシティから出してくれると約束しておいて俺を見捨てた。ワルツがそう簡単に解放するとでも思うか。奴がディランや他の連中にしたことを考えろ。奴らはワルツの邪魔をした。ディランは裏切ったし
ルーカスはキーを渡さなかった。だからお前が殺したのか。キーはシティを出るための通行証だ。まったく、お前を殺すしかない。カビンちゃん、お前は大物なんかでいいよ、もらうぞ。ここまで強くなるとはな。もう逃げられないぞ。かもな。けどこの面を見たいか。男前が台無しだよ。自分のバイオマーカーを見たろ。お前に時間は残ってない。までどれだけ裏切ってきた。キリアン、フランク、ラワン、なぜ裏切ったんだ。フランクはテレビ局の話を。俺が臆病になったって。それは違う。あの任務は自殺行為だった。ラワンはなぜ見捨てた。なんだと。なぜそれを知ってる。いいから答えろ。俺は悪魔に身を捧げた。彼女には別の捧げる道があった。何を言ってるんだ。ラワンを守るため去った。一緒にいたらワルツに殺されてた。なぜ奴と協力した。なぜフランクを裏切ったんだ。裏切ってない。俺はフランクを裏切ってない。事態を収めようとしたんだ。テレビ局の一件の後、ワルツを探ろうとした。けど奴は俺を疑い、ラワンを殺すと脅した。もう手遅れなんだよ。残念だ。こんなこと望んでなかった。フランクか。エイデンだ。ホーコンは死んだ。くそ、こうなる気がしてた。よし、フィッシュアイに戻ってこい。ワルツの新しい情報が入った。ヤツはオールドビレドーに向かってる。ヤツが追ってるのは GRE の医者だ。データベースと何か関係が。ついでにその医者を俺は知ってると思う。先に無線で連絡してみよう。キーをもらうぞ、エイデン。やめろ。あんたは戦える状態じゃない。やってみんとわからんだろう。ホーコン、説明しろ。こんなのおかしい。ナイトランナーはどうでもよかったのか。全てをやり直すんだろう。やり直すものなどない。ナイトランナーはとっくに死んだ。フランクが何を言おうと死者は蘇らない。いい夢だけどな。本当は何が起きてる。テレビ局での決別は聞いた。あれから考えない日はない。俺がいたら結末は変わってたか。仲間は生きてたか。誰も呼び戻すことはできない。けど俺は自分を証明せにはならん。フランクに、そしてラワンに。あんたとは戦いたくない。俺だってそうさ。俺だって、というか疲れたんだ。
もううんざりなんだよ。遅かったな。一人でやらなきゃならないかと思ったが。追い詰めといてくれてありがとう。俺の太陽、クロスボウの殺戮ヴィーナスか。とっとと黙って。とどめを刺さなくてよかったな。さもなきゃラワンが切れてたぜ。ラワン、どうやって。情報もくらいある。止めようとしたらもう仲間じゃないから。ホーコンを殺したって意味がないだろ。あんたに何がわかるっての。ナイトランナーのことは知ってる。フランクに聞いた。自制心の話をしてたぞ。許しについても。どの口でよ。彼は許した。お前にもできる。違うか、ラワン。ホーコンは裏切ってなかった。何くだらないこと言ってるわけ。ワルツを探るために取り入っただけなんだ。エイデン黙れ。だがワルツにお前を盾に脅された。嘘ね。そりゃたわごとはやめて。ラワン、そんなのデタラメよ。さっさと消えて。おい、いいのか。気が変わる前に言って。クソ野郎。すまない。大丈夫か。さあね、なんだか少しほっとした。すっとトゲが抜けたような。でも殺すべきだった。まだリストに載ってることには変わりない。リストを捨てろ。唯一の目的よ。おかげで前に進めた。捨てるんだ、ラワン。何を偉そうに。おい、もラワン、待てって。ワルツ、すごいよラワン、やったな。フランク。おい、どこにいる。フィッシュアイで待ってるんだぞ。戻ってこい。ああ、実はあれからいろいろあって。おいおい、大丈夫なのか。平気だ。あと信じられないだろうが、ラワンがいてホーコンを許した。ラワンが。ああ、殺したいやつリストを破棄した。そりゃたまげたな。驚くのは後にしてくれ。それより例の医者は。フィッシュアイに来い。